お元気ですか？僕趣味です。今回は BBM2022 ベースボールカード東京ヤクルトスワローズヒストリーのね、開封動画でございます。久しぶりのね、プロ野球カードの方のね開封動画でございます。1950年から2022年までのカードが揃っております。球団 OB 現役選手の直筆サインカードを限定封入しております。こちらは1パック5枚入りで1ボックス15パック入りでございます。それではね、開封していきたいと思います。ですね、こういう風になっておりまして、これ15パック入りなんでね、前編は8パック、後編を7パックやりたいと思っております。で、最初ね、8パック、開けたいと思います。はい、それではね、早速やっていきたいと思います。まずはですね、前編の1袋目開けたいと思います。まずはね、前編の1袋目でございます。こちらかね、ちょっと待ってくださいね。川端優投手、浅野慶司、投手、慶司ですね、失礼しました。で、こちら現役の方はね、また違いますけどね、一山太一投手、山本皐月投手、で、これ国鉄スワローズがね、発足した時のカードでございます。続いて、2袋目でございます。古田敦也捕手、水谷慎太郎内野手、田中宏康内野手、これは福富邦夫、こちら外野手で、こちら村上宗隆、内野手の、カードとなっております。3袋目開けたいと思います。村田、源一、投手、藤井秀吾、投手、でこちらですね、高津慎吾投手、現在ね監督でございますけどね、こちら、286、これ西武かなのね、カードでございます。川崎健次郎投手、坂口智隆外野手でございます。4袋目でございます。栗山英樹外野手、現在ね日本代表監督でございます。石井博俊投手、でこちらね、球団の歴史ですね、若松監督の3年目の時にね、4年ぶりのねリーグ優勝を果たした時のカードでございます。飯田哲也、外野手、
松岡博夢、投手でございます。はい、5袋目でございます。五十嵐亮太投手、ラミレス外野手で、こちらですね、土橋克行内野手のね、はい、カードとなっております。で、球団の歴史ですね、こちらね、球団創立29年目の初優勝した時のカードでございます。で、広沢克己、内野手でございます。で、6袋目でございます。石山太一、投手でございます。吉野里、投手、畑真嗣外野手の、カードでございます。岡林陽一、投手でございます。これね、球団の歴史で、サンケイアトムズヤクルトと球団名が変わった時のね、カードでございます。7袋目でございます。川端慎吾内野手です。小畑隆夫投手でございます。で、直筆サインカードね、久しぶりに出ました。これ現役選手出ましたね、坂口智隆外野手、かつてね、オリックスにもね在籍していたこともあるね選手の直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、はい、29分の21となっております。はい、こちらでございます。で、鈴木健、内野手でございます。で、川崎健次郎投手でございます。で、前編ラストの8袋目でございます。球団の歴史ですね、低迷を脱し20年ぶりの日本一になった時のね、カードでございます。土橋克行内野手で、飯田哲也外野手のカードなんですが、こちらちょっとね、これ100枚限定のカードでございます。ちょっとね、見た目ではね、わからないですが、ちゃんと証拠がございます。ごめんなさい、ちょっとね、落としてしまいましたがね、はい、これは100分の56となっております。こちらでございます。あ、字がね、黄色になっております。で、町田幸彦外野手でございます。で、最後は渡辺進内野手でございます。はい、以上でございます。以上で 2022BBM ベースボールカード東京ヤクルトスワローズヒストリーの前編を終わりたいと思います。こちら現役選手ね、坂口選手の、直筆サインカード、かつてね、ロッテ編でもね、現役選手出ました。またね、望みは薄いですけどね、後編もぜひお楽しみください。以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。以上でございます。ありがとうございました。